ークのプレビュー公演を行います。ぜひご観覧ください。なお携帯電話アラーム付き腕時計などはステージ開演中はスイッチをお切りいただくかマナーモードに切り替えていただくようお願いいたします。オープニングセレモニーご招待者の皆様は指定エリアにお付きいただきお時間まで今しばらくお待ちください。横浜パラトリエンナーレ2017センスオブワンです。溶け合うところ第2部不思議の森の大夜会へご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は本日司会進行を務めます船本由香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では2014年にここ横浜で始まった障害のある方と多様な分野のプロフェッショナルによる国際芸術祭です。多様な人々の出会いと共同の機会を創出して誰もが居場所と役割を得られるそんな地域社会の実現を目指して3年に1度開催しております。今回の横浜パラトリエンナーレ2017では5月下旬から実に多くの市民の皆様の参加により創作活動を続けてきました。本日から9日までの3日間その成果の発表を行ってまいります。それではただいまからオープニングセレモニーを開会させていただきます。はじめに主催者を代表して横浜ランデブープロジェクト実行委員長島田京子より皆様へご挨拶申し上げます。横浜ランデブープロジェクトの実行委員長を務めさせていただいております島田でございます。今日はこの席に大勢の方にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。ちょうどこの5月から創作をスタートいたしまして、いろいろな方がアートでつながって、誰もがその居場所とかそれから役割を実感できた時間だったと思います。今日はその発表の場でもありますが本当に、今朝まで雨が降っていて大変心配しておりました。参加される多くの皆様が快適でそして楽しく時間を過ごしていただけるように切に願っておりましたがみんなの祈りが通じたんだと思います。今日は多分、中央屋ではありません。
前が満月の日で、あちらの方から月が上がるのではないかと思いますが、月が上がったら嬉しいと思います。この、3夜連続で開催されます第その成果発表する場ではありますが、今回国内外から1万人のさまざまな方が参加してくださったと聞いております。で、そこに寄り添って共同で成果発表の中に出したということです。創作とか、その今日の会の開催にあたりまして、たくさんの方にご尽力いただいております。本当に心より感謝申し上げます。今日はこの月が出れば満月のもとで、爽やかな秋のもとで、心にくまで お楽しみいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。今回の横浜パラトリエンナーレ2017センスオブワンネス溶け合うところの開催にあたりましては、多くの企業団体様にご支援をいただきましたので、ここでご紹介させていただきます。ご協賛いただきましたのは、株式会社 JVC ケンウッド様、株式会社フリーイング様、続きましてご協力いただきましたのは、神奈川県遊技場協同組合神奈川福祉事業協会様、 NEC 様、神奈川県住宅供給公社様、株式会社伊藤園様、株式会社共振印刷様、株式会社 KMC コーポレーション様、株式会社産業貿易センター様、新豊洲ブリリアランニングスタジアム運営委員会様、独立行政法人国際協力機構横浜国際センター様、横浜市吉野町市民プラザ様、その他国際交流基金アジアセンターアジア文化創造共同助成、横浜夢ファンド、横浜市市民活動推進基金、損保地球クラブ2016年度ハート&アーツ、理工社会貢献クラブフリーウィル様から助成をいただきました。また当事業は平成29年度文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業の補助事業でございます。続きまして、横浜パラトリエンナーレ2017総合ディレクタークリス・ヨシエより皆様へご挨拶並びにアーティストの紹介をさせていただきます。皆さんこんばんは。横浜パラトリエンナーレ2017総合ディレクターのクリスです。どうぞよろしくお願いします。もうかなりドキドキが止まらない、もう本当に雨が止んでよかったなという気持ちでいっぱいでここで立たせていただいているんですけれども、2014年に始めたこの横浜パラトリエンナーレ、もう2015、16、17と今日のこの日を迎えるまでにですね、本当にたくさんの方と団体といろんな本当に国内外の方々のご協力とかご支援があってこの日を迎えられています。本当に改めてお礼申し上げたいと思います。ここまでのご支援ご協力本当にありがとうございました。それからですね、この不思議の森立ち上げるまでですね、アーティストやスタッフの皆さんも本当に連日連夜ですね、
頑張って作業に取り組んでいただいて、もう本当にお疲れ様でしたと、ありがとうございましたを改めてアーティストの皆さんとスタッフの皆さんにも送りたいと思います。2014年に立ち上げて、前回ファーストコンタクトという、初めてに出会える場所で、初めての人が出会うところまで前回やりまして、今回ですね、3年経って、今回センスオブワンネス、溶け合うところっていうテーマをつけました。で、少しその解説というか説明もさせていただきたいんですけれども、なんかこう初めての人と人が出会って、前回いろんな課題が見えてきました。障害のある方たちが芸術活動に参加する上でのいろんなハードルとかバリアっていうのを感じて、一言で言うとアクセシビリティの課題だったんですけれども、そういったことをですね、なんとか取り除こうとしたのがこの2年間の活動でした。で、それらのですね、活動をしてきた結果、2017年に入ってから、それらのこう出会った人同士がこうもう少しこう重なり合って、一つの作品とか世界を作れるようになってきたのが今年です。で、私たちすごいそういったこう2つの想像力ですね、イマジネーションの想像力とクリエーションの方の想像力と、2つのクリエーション想像力を使って、そういったことがこう実現できるようになってきたんですけれども、一方でこう社会の中を見渡すと、いろいろなこう、政治的な側面とか世界情勢とか、どんどんこう自分の身を守るための壁とかバリアを立てていく傾向が強まってるなという危機感をちょっと感じています。で、今回私たちがこの不思議の森の大夜会で表現しようと思うのは、なんかそういった異なる価値観とか文化とか言語とか持つ人たち同士でも、ちゃんと2つの想像力を使えば、こう一つになれる、一つの世界を描くことができるんだっていうことをこう表現したいなという、そういった取り組みになっています。なので、いろんなこうアートステージから、ワンダーマーケット、フードステージ、そしてこのパフォーマンスステージと、いろんなこうたくさんの約40組のアーティストの皆さんの作品や、参加施設団体の方の、作品入ってくるんですけれども、通常であればこう作品と作品の間に壁を立てて、作品同士が干渉しないようにするのが通常だと思うんですけれども、今回はあえてその壁を取り払ってですね、いろんなアーティストたちがこう重なり合って、いろんな違う強い個性を持つ人たちでも一つになれるってことをこう行動として見せていくという、そういった作りになっています。なので、皆さん、この不思議の森をですね、こういっぱいさまよいながらですね、五感をフルに使って楽しんでいただきたいなと思っています。ここで、私の方からですね、参加アーティストのご紹介もさせていただきたいと思います。アーティストたくさんいるのでカンペを使わせていただきます。はい、それでは今回の参加アーティストと団体をご紹介します。まず今回の会場構成として、国内外の各地で1万人の人を巻き込みながら作り上げたこの巨大インスタレーション、ホワイトスケーパー井上由衣さん、それからパラトリの木ミツリン東京さん、こちら制作協力でアートメープルカレンさんに協力していただいております。それから、本日は椅子席になっていますが、明日明後日はこちら水の輪という、風のバードさんと小屋浅江さんのピクニックシートに、お座りいただいてご覧いただく、エリアになります。
それからですね、今回の不思議の森、いろんなこう造形物があって、それらのアーティストのいろんな思いを裏で支えていただきました。建築会場構成、バンバ俊博さん、それから、アートディレクション、いろんなロゴですとか、パネル、看板、ポスターなどのアートディレクション、サファリ、それから、その不思議の森のイラスト、当日の皆さんのお配りの、マップのイラストですね、保坂理香さん、それからテラス内、コンセプトとドキュメントの展示を行っておりますが、こちらは世界に溶ける現代芸術活動チーム目、シングアソーイングコーナー福祉ホームさんと、布ミナペルホネン、それからドキュメント展示ノマドプロダクション、それから、テラス内に、予告編の映像がありますが、こちら池田美人さん、そして、予告編の映像の中に出てくるジオラマの、制作アニメーション作家の新光美美さん、そして、障害のある方々と様々な分野のアーティストの共同による実験的なアートプロジェクトを紹介するアートステージのコーナー、まず屋上、見えない世界を表現するエコー、メディアアーティストライゾマティクスリサーチの真鍋大斗さんと石橋もといさん、ファッションデザイナーアンリアレイスの森永邦彦さん、それからダイアログインザダークアテンドの檜山明さん、そしてその隣、見える見えないを超えて感覚を共有する彫刻的ジュエリー、マという作品、こちらですね、コンテンポラリージュエリーアーティストの三輪角田さん、それから双曲家全盲の沢村裕二さん、そしてそのお隣、福祉と競争の本質に迫る取り組み、ないから始めるプロジェクト、訪問の家友の寺垣蛍さん、片山工房の新川周平さん、劇評家の藤原力さん、そしてそのお隣、赤いコーナー、施設での滞在制作によって作られた作品です。フェアリーオブザシダー、シーダヒノキ工房とパフォーマンスアーティストの小林優希さん、そして、この後ですね、プレビュー公演としてご覧いただくパフォーマンスステージ、こちら2014年からですね、発掘して育成して、作り上げてきた、はい、サーカスアーティスト、今回この後の作品の演出を手掛けられます金井圭介さん、そして皆様に先ほどご覧いただいたかと思いますが、59名の市民パフォーマーを見事なウサギに仕上げてくださいましたダンス劇作家でダンサーの振付家熊谷博明さん、パフォーマンスの方は音楽監督が坂東美香さん、こちらの衣装、武田久美子さん、ヘッドプロップス、藤原和樹さん、ヘアメイク、石原桃子さんです。それから、今回、市民参加の、関連プログラムとして足音で遊ぼうインパラトリエンナーレというものが明日明後日開催されますが、こちらは、タップダンサーの踊るなつこさん、それから明日明後日、市民マーチングバンドパラトリマーチというものを開催します。こちらが、坂口修一郎さん、そして、同じくですね、明日と明後日は、パフォーマンスステージの方で声のガイドというものに今回初めて挑戦するんですが、そちら詩人の三角瑞希さん、そしてテクニカルディレクションがルフトツープ、そしてパラトリエンナーレの世界を食で表したフードステージのコーナー、こちらフードアーティストの山もこ山、山フーズさん、お米さん、中山春菜さん、参加施設が嬉野さん、ジャスミンさん、ショコラボさん、ボタニカルカフェ岡田さん、そしてフードステージの方でバンジョーと合唱のプロジェクトということで、カタルベハッピーザというものが、合唱団が出てきます。こちら青木拓馬さんとカタルベ会の皆さん、そして全国の障害者施設で作られた個性豊かなものが並ぶワンダーマーケット、あちら風のバードと柳原光さん、それからシンガポールから、お越しいただきましたアンジーシアさん、スローレーベル徳島の徳島障害者受産支援協議会さん、その他日替わりでいろんな施設の方が販売に来てくださいます。そしてまた今回ですね、初めての取り組みが2つあります。1つがアンバサダー制度ということで、いろんな障害のある方たちにアンバサダーになっていただいて、いろんなこうパラトリエンナーレをどうやって楽しめばいいかということを会議していただきました。こちらのファシリテーターライラカセムさん、そして、最後に、アクセシビリティ研究講座ということで、まあ、前回の反省なども
踏まえてですね、より多くの障害のある方でも楽しんでいただけるようなフェスティバル作りをしようということで、いろんな市民の方に参加していただきながらアクセシビリティの研究をしてきました。こちら南部光雄さんの、に講師をしていただいて、ワークショップなどをしてきました。本当はですね、参加している団体ご協力いただいた方、のり読み上げると本当に1時間ぐらいかかってしまいそうなぐらい、もっともっといらっしゃるんですけれども、時間がもうタイムアウトと言われたので、ここまでご紹介させていただきました。この後、この流れで、公開パフォーマンスご覧いただきます。ぜひ最後までお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございました。今ご紹介にもありましたけれども、本日の式典では株式会社リアライズのバリアフリーイベントディレクター南部光雄さんのご協力により遠隔字幕放送を行っております。今回の遠隔字幕放送はこちらの音声をなんと沖の基地局に送り、沖縄にいるエキスパートが音声からテキスト情報を起こし、リアルタイムで皆様のお手元のスマートフォンやタブレットに送信する仕組みとなっております。劇場など会場に足を運ばずともそうした活動が可能ということで、障害のある方の新たな仕事の一つとしても期待されているシステムです。またこの後にご覧いただくプレビュー公演では、ライブ配信サービスツイキャスを使用した総合ディレクタークリス・ヨシエによる実況解説を行います。実況解説をお聞きになりたい方は、事前にお配りした情報保障のご案内に書かれている QR コードをスマートフォン等で読み取りの上、イヤホンを装着してお楽しみください。なお、視覚に障害のあるお客様や端末操作が困難なお客様は、お近くのスタッフにお声掛けください。ということで、何をやってらっしゃいますか。ウサギになりますか、あなたも。ウサギになりますか。それは時間がありませんよ。わかりました。ウサギになりますか。それでは皆様、素敵で不思議な夜をお楽しみくださいませ。ようこそ皆様いらっしゃいますか。私たちの不思議の森へ。いかがですか。それでは私から今日一番大切なお知らせを皆様に、一番大切な、足が出てきた、戻って、これはいかがですか皆様。ここにいる動物たちは、私が当の昔にウサギにして差し上げた、もっと優秀な人間たちでございます。ご覧の通り、あなたたち人間よりも非常にウサギらしい。それにいてチャーミングってわかりますかね。そして非常に自由に生きております。それでいて、お互いがお互いを尊敬し合う。いかがですか。楽しそうでしょ。うるさいってんの。じゃあ、私から大事な、まだウサギになってないの。まだウサギになってないの。じゃあ、優秀なウサギで伝えるよ。Thank you.
ア、ディ・パラソーリエ、お越しくださいました。ピザはオーブン、マインドもオーブン。そして当店もいよいよオープン。パパ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 パ、今日は特別にビッグチャンス、付き合ってたビッグイメージをスペシャル的にご招待。Yeah.
Thank you.
皆でどうぞ。はい、どうぞ。あれ、あれ、あれ、間違えたかな。別な人だったかな。誰かビザ注文した人います。あ、あなたですか。もしかしてこの、お、こちらのノリアー
ました。まして横浜パラトリアンパラトリエンナーレ2017テイストオブワンネス溶け合うところ第2部不思議の森のダイヤル魔法版ステージイエリュー公演を終了とさせていただきます。なおこの後も午後9時までゾウの花パークおよびゾウの花テラスで様々な分野の発表及びパフォーマンスを行います。ご自由にご観覧いただけますので、パーク内を潜入しながらお楽しみいただきたいと思います。お帰りの際はお忘れ物などございませんようお気をつけください。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。